安全に提供、あ、お客さんに提供しているような感じです。まあ、みんなやってる人は自信持ってやっぱ出してると思う。お店なんでやってると思いますよ、やっぱりね。そしてやっぱり毒は使ってますから、やっぱりね。そこはやっぱちゃんとした試験を受けて、資格持ってる人がやっぱりやってるんで、それは安全はもう確かだと思います。フグって特殊じゃないですか。だから田舎だとそんなにお店ないじゃないですか。で、そっちの方でお店やったら成功するかなと思って、まあ、ここの店に修行に入ったんですけど、皆さんは市場でもってこさえて土俵上で、それで内臓をそこへ処理して一箱いくらでお金を払ってきれいに洗ったものを皆さん持って帰って商売してます。うちぐらいですが、今日見たバラスのやってるのはほとんどのは自分家でやってないと思いますね。やばい、うちまどす。フグは一般的にはやはり私の経験から言いますと、ある年齢になってからその美味しさが分かるというものだと思います。ですから若い時にはあまり食べてみても大した味わいが分からない、淡白で。これが大人になってきて初めてそのフグの味覚が美味しいんだなというのが分かるんだろうような魚ですね。だからそういう意味では魅力が、あまり若い時には分からないかもしれない。